おーっと、ジムリーダーたちについて今度は四天王が挑戦者の前に立ちはだかりました。最初の相手はエスパータイプのポケモンの使い手イッツキです。指示が出揃って激しい攻撃、これは有効だ。ここで一発、これは厳しいヒット、一撃でダウン、早すぎるダウンです。初めから大変なバトルになっております。ここでナッシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さて、いった、決め十分。ここでギガドレイン、決まった、これは効果的だ。あっとダウン、さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでミュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2。ここで冷凍ビーム、逆転をついた、なんとか持ちこたえました。さあこの場面で丸く当たった。両ポケモンの間に体力の差がついております。鋭い攻撃、よし、やっと近づいたか。さあポケモンは残り1匹、ここでネイティオの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。両者とも大健闘です。ここで一発、効果は抜群だ。さあここで小さなダメージ、さあ熱戦が続いております。最後の一撃が当たった。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。強です。忍びの技に翻弄されず確実に勝利したいところ。激しい攻撃、これは厳しいヒット、おっと回避率がアップしました。
さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。セミタック、よし当たった。ここでノックアウト。さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでゴルバットの登場だ。さあ熱いバトルが展開されております。今両者戦闘態勢に入っていった。これは効いている。おっと毒々攻撃だ。相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ激しいバトルです。ここで守りの体勢に入りました。ここで一発、おっと攻撃が外れた。両者とも大健闘です。ここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。技がうまく決まりません。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここでサイコキネシス、あった、これは効果的だ。あーっと崩れ落ちた。さあポケモンは残り1匹。ここでグライガーの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。バトルの姿勢に移って、ここで冷凍ビーム決め十分。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。
さあ、一方的な試合が展開されております。ここでゴローニャの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。両者とも大健闘です。ここで波乗りだ。これは効いている。これで勝者決定です。ここで試合終了。